の距離は、あ、行けちゃった。で、1枚だけ、そこか、そこにいる。オッケー。これは赤点は下だな。やばすぎなんだが、あ、やばすぎなんだが、これ動いてないよね。あ、やばすぎなんだが、はい、こんにちは、グリードです。この前ね、今映画でやってるグランツーリスモの試写会にね、ご招待いただいて行ってきたんですけど、僕今まで車とかレースとか一切興味なかったんですけどね、そのグランツーリスモの映画があまりに面白くて、いや、僕の人生の中でわりかしトップ3もしくはトップ1に来るぐらい面白かったですね。もう2回見に行きました。ストーリーはゲームのグランツーリスモから現実のレーサーになっていくっていうね、実話を元にした、映画なんだけど、脚本、キャスティング、俳優の演技とかね、映像技術とかも全部100点でした、本当に。レースとかね、興味ない人もぜひ見に行ってほしい作品ですね、本当に。ちなみにこの宣伝はマジ案件とか全然なくて、個人的にマジで面白すぎてみんなに見てほしいっていうね。さあ、そんなわけで COD シーズン6アップデート来ました。このシーズンといえばハロウィンですよ。まあ、海外で言えばハロウィンはビッグイベントだし、今回の COD はスポーンっていうアメコミ、わからんわからん。 COD のコラボってクオリティも高いし、最近はかなり豪華なんだけど、アメリカで基本的に人気のやつだから、アメコミとか特にね、日本だとその映画で有名なやつ以外ぶっちゃけわからん。これグルートじゃない、グルートじゃない、グルートじゃないんだ。もうアメコミ作品なんか似たようなキャラ多すぎ問題な。新武器来てます。TR76 で SMG 一層かな、これはおなじみだね。新マップが2種来てます。どっちかが、確かね、COD2 のマップなんだよ。COD2 って何年前やね？もう4、50じゃない？4、50は言い過ぎか。失礼しました。30、40とかだよね、知ってても。日本だとなかなか当時やってた人いないだろうな。これ、新武器のアサルト、今日は使っていこうかな。マガジンなんかすごい長いな。パボールではないのかな、これ。これが COD2 のマップだったかな？このマップ確かね、まあ、当時 COD2 もね、大会があったんだよ。当時アメリカの方では。で、オプティックゲーミングのね、オーナーが当時その COD の選手やってたから、その動画とか僕見てたりしてたんだけど、確かこのマップで COD2 の大会やってた気がするな。マジで、当時その大会見てたの僕しかいないと思う、日本で。あ、ノーアタなのに覗き込みがすごい早い。あ、これめっちゃいいぞ。ああ、いい、え、マジでいい、これ。まあ、これが、今やってるマップが、元祖 COD マップ。ね、皆さん、おのおのさ、自分たちが始めた COD があると思うから、COD らしいマップはこれだとか、いろいろあると思うけど、COD1、2とかは、やっぱなんか、全体的に真四角というか、縦長3レーンとかじゃないんだよな。だって全然ブレない。あの距離はノーアタだとちょ、いけちゃうんですね。もう一個の新マップ、めちゃくちゃ狭いですね。狭すぎて間違いなく SR は厳しい。かなり SR 厳しいと思う。うん、公開マッチやるにしては全然面白いマップだと思う。ただこれ競技シーンやれとか言ったら絶対死んでもやだけど。競技シーンは絶対できないマップだけど。おう、あ、そう、今、危ね。あ、ショート。やべい。あ、2回いるじゃん。オッケー。オッケー。おお、あ、いや違う、いや、V トルキル、V トルのキルです、今のは。あ、このソファの頭必要そう。OK。V トルもう一個出た。V トルが出てる間に V トルは合格です。はい、我ながら慣れるの早いな。アドバンス出たよ。これ下だな。これも下だな。ここ出てくるでしょ。で、この人上だからほっとこう。 OK 43キル、よっしゃ。ドミネーションで
レベルマックスにしていきました。フルカスタムでございます。OK、ワンダウン。パテ、パテ持ちカット。敵の2回ゲットしたね。あれ？いるよね。このマップかなり好きかもしれん。みんな1回なのかな？でもこれで UAV 出せるから敵の位置確認。めっちゃ下やん。発発。2階から上がれんのはここと、ここと。はいはい、なるほどね。把握 OK。 もう一枚はこっちには来なそうだ。で B 取られてるから B 止めるじゃん。あれはちょっと倒せないね。2階から倒そうか。で、もう一回行くと、いなくなってる。盾持ち、危ねえ。またブラボーか。この位置やばいぞ。チャーリーに落とす。危ねえ。アドバンスト出た。アドバンスト出す。これは全部1階かな？よし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 。いや、もう慣れてきた。もう慣れたらこんなもんすよ、新マップ。あとは敵がちょっと抜けないでほしいな。多分1階に動いてない、まさか。弾は、ちょっとないな。オッケーオッケーオッケー。そっから出てくる。いや、動き出したね、敵。オッケー。核狙えるかな。うわぁ、そっちか、ミスったな。UAV が切れちゃったからな。盾持ちカット、後ろ空いてる。よし。いや、このマップ面白いぞ。正直ドロップゾーンはちょい微妙だった。狭すぎって感じだったね。 OK、 UAV OK。 またシールド持ちか。そこいる。オッケー。マジ今は勝っちゃうのか。ロング来てた。いいね。ただこれ SR はもうこのマップは死んでる気がするな。ちょっとこれワンチャン100キルいけそうだから行ってみるね。狙ってみよう。外周？OK。で、あと1回か。あれ、いなくなってる。そこもやってくれた、ナイス。で、そっちやって指出す。気づかれてないね、この動きは。いや、どっちから出てくる。うわー、これこっちかな。出てくるとしたら OK。 ビトル出た。で、違うよ。あ、最悪や。補充した武器違う。これどうだ、敵の武器。 OK。 あ、でもいいよ、いいよ、いい武器じゃん。いいカスタマイズです。これこれ耐えすぎだろ。やばすぎだろ、これは。さ、我ながら。さあ、アドバンスを出た。2個目ですよ。うわー、しかもこれ、うわ、まだいるな。一旦逃げようか。冷静冷静、今日冷静だな。
この距離は、あ、いけちゃった。で、1枚だけゾンクがそこにいる。オッケー。これは赤点は下だな。やばすぎなんだが、あ、やばすぎなんだが、これ動いてないよね。あ、やばすぎなんだが、ああ、どうしちゃったのこれ。C 取られてる。いや、え、やばいぞ、これ。シーズン6、最高これ、最高リスポーン変わってる。かな。V トロ落としてるね。アルファね。核出せてない。え、待って、え、あと何キルだっただろう。うーわ、マジかー。え、これ核出てないのか。え、20数キルはいってるよね、これ多分。マジあと1キルとかじゃないの、まさか。新マップね、 SR 以外だったら最高に面白いかもしれないです。いやー、それでは、お疲れ様でした。また次の動画で、よかったらグッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。